今日は2月あ、ちゃ間違った、早速今日は2022年2月22日セカンドアニバーサリーです。何のセカンドアニバーサリーですか？結婚してからです。声ちっちゃはい、結婚してから2年が経ちました。うん、にゃ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 なんかの監督、長嶋監督だよ。長嶋監督じゃないよ。原監督長嶋監督じゃないよ。原監督。原監督。今日はちょっと特別な一日を過ごそうと思います。うん、初めての試みだな。ね、やっぱすぐどっか遠く行こうってなるじゃん。うん、違うんだよ、一番近いとこ行こうって言ってしたことない。うん、ないね。うん、わざわざ東京でいいホテル泊まるはないね。そう、今ホテル泊まると言ってなかったんだけどホテルに泊まるんですよ、東京の。だってどうせバレるよ、サムネで。東京のいいホテルに泊まろうっていう、はい、今日はもう珍しく平日にお休みいただいて、なので今日はそんな特別な一日の Vlog を撮っていこうと思います。うん、うん、何したいの？え、夜景が見たいんだっけ？うん、え、ホテルでゆっくりしたい。あれ、なんか言ってなかった？都会、都会を見下ろすなんとかとか言って、それで要望だけ伝えられてこうやって検索して。え、それホテルでしょ、だから。うん、そうそうそう、そう、ホテルで、うん、都会を窓から見たい。もう東京に住んで20年になりますが。ああ、20年経つ。そうそう、ね、あ、でもね、最初はね、神奈川だったからね。うん、あ、そうだよね、サバヨンだよね俺だってね、年上かなと思ったもん、今最初は神奈川だったからまあ、でも、あれはなんていうの、状況ではないの、そしたら。ああ、でも寮は神奈川だったけど、毎日東京通ってたよ。まあな、そりゃそう、すごいな。俺もちょうど15年になりますね、東京来て。本当？うん、18で来たから。あ、そっか。カタカタうるさいな、釣り具が。申し訳ない。春が来たらやばいよ、始まるよ。まあ、これやって、俺の季節か。今やってたけど、まだこの冬でも全然行ったけど、うん、春からって。まず渓流解禁ですからね、あなた。行きたいし。3月。え、3月？そうだよ。行きたいでしょ。岩な。あ、行こう。いや、まだちっちゃいか。いやいやいや、残ってるイワナもいるから。やば。むしろ解禁と同時にめちゃくちゃ、ほら、お腹減ってるさ、あったかくなって。どうしがわ？どこでも。じゃあ、あの物件見に行くつもり。確かに、そうだ、昨日電話しようと思って時間過ぎてたんだよな。今日電話しみよう。秋川もいいね。うん、私たちの聖地。うん、いい、いいんだよな。川は川でいいし。え、今なんか春とか夏のこと考えたらすっごい嬉しくなった。わかるわ。あー、行きた。あー、もう春と夏はさ、週末が足りないよね。足りないんだよそう、ちょっと週休3日にしようね。冬はもうさ、もう週末でもどこも行くとこないんだけどさ、あんまり。さ、寒いからね、うん、出たくないよね。もうちょっと暖かくなったら、うん、本当にいちご狩り行こう。うん、え、今日どこ行くの？銀座行く？そう、今日は私たちがまだしたことない、出会ってからまだしたことないことをしようと思って、うん、銀ブラをします。銀ブラ、イエーイ。銀ブラ、イエーイ。イエーイ。あの、銀座に、銀座の現場、うん、に送りに行ったことは何回もあるんだけど。あ、送ってもらいましたね、何度かね、はい、うん、何度もあるんだけど、ブラブラしたことはない、うんで、うん、銀ブラして、私が一番大好きなアイスを食べようと思います。うん、アイスなんだ、うん、ブランドショップとかじゃないの？あ、ブランドショップも行きたい。ハイブランド好きじゃん。
ハイブランド別にいらないけど、お洋服みたいかな。うん。ねえ、銀座は何でもあるからね。うん。なんかいい感じのビルに入ろう。うん。うん、俺、銀座6行って本買いたい、ちょっと。いいね。6行こう。うん。6にライカある。ああ、あるわ。見る？うん。欲しいライカのカメラ。うん、ちょっとな、3週間前ぐらいは買う気満々だったんだけど、今ちょっとその欲しい欲下がってる。あ、そうなんだ。この間ちょっと大きい買い物しちゃったから。よかった、よかった、よかった。え、ホテルと銀座って近いの？うん。あ、近いね。え、全然歩けるよ。あ、そうなの。うん。めっちゃいいじゃん。まあでもそのすごい近いわけじゃないけど、10分ぐらい。全然いいじゃん。うん。え、有楽町から銀座歩いたことないの？ない。嘘。もうダメだ。これだから芸能人は。噂されてんじゃん。あいつ芸能人だっけって。めっちゃ天気やばい。また快晴じゃん。すごいね、本当は。これは快晴だわ。本当は私たちが、どっか行くときいつも快晴。あ、大丸のブックカフェでもいいな。うん。本ちょっと見たくて、俺。あ、じゃあブックカフェで本食べながら。本食べながら、なんか、パスタ読んでみるか。うん、文学的だね。うん。いいじゃん。そうする？で、まずその先車食べていい？ちょっと。いや。まず車食べないと、ちょっと。確かに。うん。一回まずホテル読んでから車食べて、でパスタを読みながら本を食べる。もうこれ帝国劇場の近く？まあ近いけど、まあ。あれどれだ？町並みね、ちょっとビルが似すぎててわからん。調べる？これそれじゃね？こんなプレステ2みたいな形なの。いや、全部プレステ2だわ、形。すごい。なんで春の話をしたかというと、この先、一時停止があります。4つの季節、4シーズンだからです。なるほど。じゃあ秋の話だけ出てなかった。秋大好き、秋生まれ以上。私も秋大好き。開けるよ。うん。うわ、え？うわ、すごい。勝手に開いた。すごーい。わあ。すごい、都会を見下ろせるよ。あー、すごいゆったりしてるね。うん。すごい。いいじゃん。うわ、スカイツリーだ。すごい。本当だ。あ、こっち側なんだね。いや、まあそうだよな。うわ、すごい。ご結婚記念日おめでとうございます。この度はフォーシーズンズホテル東京大手町にご宿泊を賜り誠にありがとうございます。ますますのご多幸をお祈りいたします。ぜひごゆっくりとおくつろぎくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、すごい。今日はこういうおうち時間みたいな楽しみ方ですか？いいですね。じゃあちょっと買ってこうか。これじゃ俺足りないから。そうだね。うん、もうちょっとお酒ないと。まず、今日俺が何をするか。本を一冊持ってきました。新しいじゃん。そう、買っといて。そうなんだ。まあ、売れてるビジネスフォーパンクス。いいね。うん、勧めてもらったり。日本語これ。うん、勧めてもらったりしたんで。うん、もう一個が、妻のためにだけ書く、漫画を書きに、iPad 持ってきました。これ充電してから、ホテルを出たり。漫画を書くの？そう。妻のためだけに。妻のためだけに書く漫画がありまして。はい。だから書きます。それさ、家出る直前に話してたの？そうです。だからパッと持ってきたの。すごくない？うん。あれ、なんか落ちちゃった。あ、ダメだ。落ちたら消えるタイプの銃なんだ。え？以上です。
あれカードゲーム持ってこなかったの？え、なんだっけカードゲームって。わかんないけど、トランプとか。え、持ってきてないよ。買うか、トランプ。トランプ2人でするの？ないか。お腹すいた。あ、よしよしよし、ご飯食べ行こう。ご飯食べ行こう。素敵なものがありました。じゃじゃん、開けますよ。うん、何？チョコレートです。うわ、すごい。すごくない？すごい。美味しそう。食べたい。すごい。ちょっと結婚記念日だって伝えといてよかったな。だからかな。うん、そうでしょう。食べていい？食べていいよ。一粒いただきます。はい。うん、美味しい。好きなやつだよ。いや、俺好きじゃないそれ。え、ごめん。いや、めっちゃ美味しいよ。あ、変な味な。ほんと？うん。うっ。何そんな。めっちゃ美味しい、このチョコ。あ、うまいな、これ。うん、他も食べよう。うまいな、これ。いろいろだけど、うん、すっごい美味しい。大体この苦手だけど、わかる。これはうまいわ。うん、柚子。うん、おいしい。それは譲ってくれないの？これ好きじゃないかも。お、うまい。うまい。うん、こっち茶色いやつ。うん、まい。抹茶と見た。全部食うんや、そのノリで。今からランチに行くんじゃないの？ねえ、これは好きじゃないと思う。あ、ほんと？やめとくわ。ジュルって入ってる。でも食べてごらん、うん。うわ、じゃあ最後。うわ、思い出す。何を？カナダの思い出。この味、なんだろう。赤いやつ。うん、うん、好きなやつだ。うん、え。ちょっとお酒の味する。そうかな。まあ、ほんとだ、うん、うまい。うん、美味しい。半分後残ってるから。はい、ご飯食べ行こう。うん、早く食べ行こうよ。すごいな。うわ、怖いですよ。ほら、なんかね、ほんとに不思議なんですよ。この使われてるガラスの量とか鉄の量とか、全部地球上にね、埋まってたものを寄せ集めて再現してるわけですから、不思議だなと思うんですね。縄文時代から何か素材が変わったわけではないんですよ。不思議です。 Wi-Fi は大体あれに書いてあるよ。あ、そこにも書いてあるね。書いてないね。そうそうそう、そういうとこまず見ないと。そういうところ、で、そもそもパスとかないの？あ、これか、パスとかないか、うん、ないじゃん、ほら、うん、すごいね。はい、こっち見て。そういうもんでしょ。みんないけ、うん、ログインしなきゃいけない。じゃあ僕が内装の紹介をします。お願いします。まずベッドからいきますね。ベッドは見たところシモンズかなっていう感じがします。シモンズギャラリーによく行って見てましたから。あー、これでも剥がないとあれだな。うん、じゃないかなと思いますけどね、これは。で、このヘッドボードの後ろの壁ですね、これ吸音パネルになってますね。だから、より音を吸収するという考えですね。で、このベッドの上にちょっと下がり天井みたいな形にして、このここを演出してるんですね。で、さらにこうちょっと落ち着きを持たせてます。あとはまあ
そうですね。この辺がホテルっぽいですね。天井照明の少なさで一列にまとめてます。数で言うと2つだけ、すごく小さなダウンライトを2つだけつけて、あとは間接光で、こう照らそうという考えですね。これはなんかホテルっぽ、家をホテルっぽくしたい人とか結構やるべき手法で、天井一発で明るさを整えようとするとどうしても、住宅っぽくなりがちです。なんかよくホテルライクな暮らしをしたいっていう人はこういう間接光とかいいですね。これもそうですよね。テレビの後ろに、ライン照明を引いて間接光で演出してます。立体感が出るのでいいですよね。で、ここにくいですね。ここ普通にテレビを壁掛けしようとすると、まあ、よくあるあのベサマウントとかそういうやつになっちゃって隙間が空いちゃうんですけど、それをちゃんと木の化粧で隠してますね。すごいいいです。何？城本クリニック？またあれ最大ほら、城本クリニック服が一緒なんだよな。城本クリニックよくできました。準備 OK？ うん、準備 OK。 じゃあ行こうか。はい、じゃあ行きます。あ、でもこれ、こっち見せてないんじゃないの？ほら、お手洗い。じゃじゃーん、お手洗い。じゃあお手洗いシーンを大公開しますね。そこお手洗いかな。はい、とうとう、はい、とうとうネオレストですね。に、スマートリモコンです。いいよね、スマートリモコン。はい、いいですね。はい、スマート妻です。あ、これは、全面鏡にLED が埋め込まれてるやつですね。はい、エレクトリックミラー。水洗はこれ TOTO ですね。 TOTO の水洗かな。45度にこう振ってるのがいい感じの設計ですね。わかりますか？全部45度に振ってこう線対称にこうね、喧嘩しないように。うん、水洗かなものを45度こう振ってる感じが。あ、本当だ。いい感じですね。うん、ここはいいですね。すごい大判のこの取っ手は川順ですね。これは川順のものだと思います。すごいね、このオーバーヘッドシャワー、あるいはレインシャワー。今日お湯沸かして入る。そうだね、それはまあ俺は入るけど、うん、うん、妻は分かりません。入ります。このね、スイッチプレートいいな。これどこのメーカーのやつなの？これはちょっと分かんないですね。中国じゃない？後で調べます。ほら、僕あのスイッチプレート大好きなんで。んルトロン、うん、ルトロン、ルトロンね、ルトロンです。はい、行こう。もうやばい、マジでやばい。ああ、ランチ終わっちゃう。何でも食べれちゃう。もう、あ、食べれちゃう。うん、2個ぐらい頼もう。さあ、行ってきます。ジャンプ、せいイエイ。次ジャンプから始めなきゃ。あ、これまだ掘ってまきか。ここはどこの駅ですか？ここがもう丸の内です。これが丸の内？はい、今丸の内を歩いてます。ここ大手町から丸の内に行きました。ここにガレット。ここ、パスタしかない。パスタにしよう。いいよ、なんか他も美味しそうじゃん。うん、え、めっちゃ美味しそう。ここのこと言ってた。いいじゃん。なんだ、好きなミネストローネ。はい、私の好きなやつ。スパイシー。スパイシー、最高、美味しそう。美味しい。うん、あの給食の上位互換って感じ。サラダ、じゃあ始めよう。うん、みかん。みかん、なんだ、レモン。柑橘系、めっちゃ美味しい。
そっちのサラダとは違うんだ。全然違う。チーズだもん、そもそも。美味しい、ルッコラも。クレソンか。美味しいやろ。ビネガーじゃない？クレソン、クレソン、え？この酸っぱいの。うん、ビネガーのフェスもあるけど、ただ酸っぱいだけじゃなくない？確かにちょっとフルーツっぽい甘さもある、うん、素敵なお味。しました。正解だったわ。正解だった？うん、食べたいやつ。ペペロンチーノ、うん、どうぞ。うまい。ストップが分かる。早い。もっと研究したい。マジ取り方レベルが違うわ。うん。この甘さはさつまいも。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいな。こんな美味しい。パスタ久しぶりに食べた。やっぱ違うね。全然違うわ。うん。おいしい。絶対美味しいよね。うまー。うん。おいしい。東京駅散策。寒いね。さっきの後。はい、こちら東京駅でございます。はい。ね、この間丸太の杭をね、全部上げて。一段上に上げるという回収がされましたけどね。この建物ごとを一回浮かしてってこと、はい、すごいですよね。やばいですね。はい、こちら熊健吾設計の切手ですね。切手、はい、上ほら上見て上高いでしょ。ほら下はリノベーション、上は新築みたいな。ほら、ね、熊健吾さんの手法ですわ。じゃあ切手に潜入しましょう。切手に潜入。雑貨を見ながらトイレに寄ろう。はい、すごい。切って三角形の吹き抜け。本当だ、面白い。綺麗だね、うん、完璧じゃん。完璧。こんな完璧なプレモンだ。美味しそう。めっちゃ美味しそう。完璧です。はい、すごい。わかる。俺一番好きなやつ。言ったじゃん、食べな。思わず目をそらしたよ。女性の裸がバッてなるんでしょ。でも店員さんが覗き込んでた。え、大丈夫ですかみたいな感じ。失礼しました。笑いが止まらなくて。美味しそう。やばい。ホットケーキに近いね。うん、美味しい。美味しくなさそうなんだ。じゃあかけてたよ、まだな。あ、そういうこと、うん、かけなよ。素材の生地の味を確かめた。オタク、オタク。かけたらどう？うまい。いや、うまいな。その嘘じゃない。大体嘘じゃん、全部。本物なの。本物の。嘘じゃないよ、全部本物だよ。ちょうだい。くじをつける。
うんうん、好き。もうちょっとこれ、あの控えめだから今、これが。うん、そういっぱいつけて。うん、うんうん、食べてる本物だって見ます。これ本物だわ。お母さん冷凍ね、もう口に入った瞬間の風味がもう焼いてない。あとこのクリームがなんか違う、うん、うまっ、香ばしい。何これ超美味しい。でもね、ミルクレープもマジで美味しい。そうなんだ、うん、まあまあまあ怒るよ怒るよ怒るよ。俺の方が勝ったじゃないんだよ。そうなんだよ、頼むメニュー。さっきもさっき怒るよ勝ったね。気づいたら寝ちゃいました。明日は早いので明日は早いので僕も寝る準備に入ります。なんでいいじゃん、うん、寝なよ。そりゃそうだわ。眉毛もない、うん、だからごめんごめん、はい、おやすみ。やね、でもちょっと本寝ながら、本寝ながら、本を読みながら寝ようと思います。おやすみなさい。